のワンダフルタイム、ということで、はい、ちょっと順番が違いましたね。初でしたけど。初でしたね、うん、まあ新鮮でいいかなと。新鮮でしたね、はい。まあ今日はあゆちゃんね、はい、またね、コロナのね、うん、新規感染者が3万人超えたので、ちょっと警戒して皆さん ね、うん、ちょっとスタジオのマスクをつけてね、そうですね、また発信させていただこうと思いますけども、はい、ね、また今月からね、長谷川愛理さんもアシスタントで、はい、また盛り上げていただいて、はい、ありがとうございます、ね、今月から3ヶ月間、はい、またよろしくお願いいたします。はい、ということでね、改めまして大地豊でございますけども、はい、まあ、先々月ぐらいにね、うん、ちょっと喉の方痛めてというか、発声も何もしてないんですけど声が出なくなったというね、うん、そうなんですね、はい、もうちょっとこの生放送とかテレビ収録が控えてたらやばかったなと思いますけどね。うん、まあ、愛理ちゃんどうですか体調の方は。私はもうずっと元気で、はい、元気で、はい、もう TikTok 欠かさずやって、はい、ね、そういえば TikTok が、うんうん、1800人フォロワーいたんですよ。あ、すごいじゃないですか。目標あれでしたっけ、はい、今年2000人、はい、2000人、あ、で、まあ今の時点で、まあ、1800人なので、はい、あ、まあ、よかったなっていう。あ、だいぶ増えたね。はい、ねえ、ちょっとこの葛飾 FM も貢献してますかね。はい、多分。ねえ、はい、大地さんのお力のおかげです。うん、あ、いやいや、とんでもない、とんでもない、はい、ねえ、うん、でもこうしてまたね、アリちゃんともね久々に会えたり、はい、声はね、うん、なんかこう皆さんもね、うん、聞きたいと思うのでね、はい、たまに電話中継とかもね、そうですね、そうさせていただいてますけど、今日も鈴丸すーさんにね、はい、また電話中継ね、後でね、うん、していただこうと思いますけど、はい、アリちゃん今日メールがたくさんあるからね。はい、そうですね、もう、ね、皆さんもいっぱい届いてるので、大人気のね、沢田正人さんをねゲストにお招きしてますんで、はい、あとね小百合さんもそうですけどね、うん、うん、まあちょっと気合い入れて、はい、頑張っていただきたいと思いますけど、よろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ、じゃあ私のね1曲目を皆さんにお聞きいただきたいなと思いますけども、はい、はい、もう私もこの曲出してそれこそ7年とかなると思いますけどね、はい、まあ未だに皆さんカラオケで地道に歌ってくださる方もいらっしゃると思うんで、うん、はい、皆さん引き続き応援していただきたいと思います。それではお聴きください。大地豊で花湯のちぎり。
愛知豊さんで花院のちぎりお聞きいただきました、はい、ありがとうございます。皆様からのお便りメッセージお待ちしています、はい、ファックス番号0356705332、0356705332、メールアドレスは789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp です。皆様からのお便りメッセージ今からでも間に合うので待っています。はい、はい、ね、どしどしねいただければね、はい、ご紹介できる範囲ではい、はい、あのご紹介したいと思いますけども、さあそれでは次愛理ちゃんね、次のコーナーお願いします。長谷川愛理の情報コーナー。はいはいはい、愛理ちゃんどうですか。そうですね、あの、うん、3ヶ月ぶりのスタジオってことで、うんうん、なんか前回はもう冬だったので、はい、やっぱ、ね、あの、うん、いつもなんか冬と、うん、もう夏一番こう、そうだね、暑くて一番寒い本当ですね、季節柄ね。そうだから、あのもう前回とは全く違う夏仕様で、はい、そうですね、はい、ちょっと肌の露出もね、はい、ちらほらありますね、うん、紫外線が敵みたいな感じですね。ね、もう紫外線がもう本当にすごくて、うんうん、でなんかあの6月ぐらいから、はいはい、もうなんかやっぱ紫外線がすごいので帽子かぶったりとか、うん、もう本当に暑すぎて今年ね。そうですよね、はい、日差しが強いね、うんうん、だけど6月からもう夏のファッション楽しめるようになって、はい、そうだよね、そうなんです、うん、でも TikTok とかでは、はい、なんか年中も夏みたいな服着てるんですけど、うんうんうん、なんかあれはある意味衣装みたいじゃないですけどね、やっぱ TikTok 用のね、はい、うん、そうなんです、うん、TikTok 今フォロワーさんを増やすこと頑張っていて、はい、で今年までに2000人フォロワーさんを増やしたいと思ってるんですけど、うんうんうん、この間1800人達成しまして、すごいじゃないですか、全部増えたね、はい、うん、なのであの2000人もういけると思うので、はい、もう、はい、目の前に来てますね、うん、でも自分の TikToker って呼べるのが多分1万人ぐらいだから、はい、まだまだなんで、うん、あの、そうですね、はい、うん、どんどんフォロワーさん増やして、はい、であのインスタグラムもやってるんですけど、うんうん、インスタもなかなかフォロワーが伸びないので、うんうん、皆さんにフォローしていただきたいです。そうですね、はい、でアリちゃん、今日アリちゃんにもメッセージが来てるので、はい、ご紹介いいですか。はい、ありがとうございます、はい、アイリちゃん推しさんからいただきました、はい、久々にアイリちゃんの声が聞けるので楽しみです、うん、猛暑だったり雨がひどかったりしていますが、うん、体調は大丈夫ですか。はい、ツイッターで見てましたがキャバ嬢役のアイリちゃん素敵でした。お、実在したら店に通ってると思います、うん、コロナの感染者が増えているので感染しないように気をつけてくださいね。ありがとう、ね、嬉しい、心配もしていただいて ね、 ね、なんかまだあります。はい、あとたけしさんからいただきました。はい、大瀬さん、はい、アイリさん、こんにちは。こんにちは。コロナがまた増えてきてますね、うん、お体には気をつけてお過ごしください。19時まで頑張ってください、はい、ありがとうございます。嬉しいですね、優しい、うん、ツイッターもコメントしてくださって本当ですよね、うん、あとももくり3年さんからいただきました。はいはい、愛理ちゃんへ。セレブで華やかなメイクが入る愛理ちゃんですが、うん、季節によってメイクのこだわりとはありますか。あと今年の夏に挑戦したいことはありますか。うん、これからも愛理ちゃんの活躍を応援しています。ありがとう、うん、はい、そうですね、私海外セレブが大好きで、はいはい、メイクする時もなんか、うん、あの大好きな海外の曲かけながら、うん、自分がなんかハリウッドスターになった気分でメイクするのが好きで、はいはい、で、そうですね、夏になったので、はい、やっぱり鮮やか系のメイクがすごい好きで、うんうん、TikTok とかでもなんかカラフルなメイクとか、はい、でなんか最近はブルーのアイシャドウとかにハマってて、でなんか Y2K2000 年代のファッション、うんうん、ブリトニー・スピアーズとかそういう世代の、はい、クリスティーナ・アギレラとかの、うん、なんかそういう Y2K のメイクが大好きで最近それに、はい、そうなんですね、やってますね。なるほど、うん、
さあここで愛理ちゃんね、はい、愛理ちゃん情報コーナーでございますけども、はい、前回ね頑張っていただいたアシスタントのね、はい、鈴丸すーさんと電話がつながっています。すーちゃんお待たせしました。こんにちは、はい、鈴丸すーです。すーちゃんありがとうございました。先日はありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。まあ愛理ちゃんもね今元気にねはい、いろんな情報をくださいましたけど、すーちゃんも舞台終わったばっかり、うん、あ、はい、先週、あ、今週なの、今週の月曜日に千秋楽を迎えました舞台がありまして、はい、劇団バルスキッチンさんの第20回公演親父のテイスティという舞台に、はい、ラーメンガールズっていう役で出させていただきました、ね、え、すーちゃんナルトさんでしたっけ。あ、ナルトです。すごい、ね、ありがとうございます。そうなんですよ、はい、ナルトとか、あと 何がありましたっけ。あとメンマと煮卵がいます。そうそうそう、煮卵も好きなんだけどさ食べるラーメンとしてはね、でもねやっぱりこう精力的にすーちゃんもね舞台こなしていってね、うん、すごいありがたいことにね、そうなんです。すーちゃんね後でご紹介するんですけども、すーちゃんのコーナーに限りね澤田さん、正さんにも今日にも参加していただいて、はい、ありがとうございます。 いますよ、どうぞ。すーちゃんお久しぶりです。澤田正人です。お久しぶりです。こんばんは。いつも、ね、ご活躍 SNS で拝見しております。こちらこそです、ね、はい、びっくりしました。今僕に急に来ると思わなかった。身内だからね、フライングゲストじゃないけどね。ありがとうございます。後ほど澤田さんのねゲストコーナーではねまたねたっぷり喋っていただいてけど ね、うん、みんなでこう喋った方が楽しいかなと思います。すーちゃんどうですか、うん、まあ舞台アイドル活動の方もやってますし体力的に大丈夫ですか。あ、結構まあ、ありがたいことにお休みなくさせてもらってるんですけど、うんうん、なんかここ 2,3 ヶ月で一番大変なのが、はい、振り付けが一番、うんうん、こうなんだろう、いっぱいもらってまして、あ、振り付けの方ね、はい、そうだよ。中には1曲じゃないやつもあるんですけど、うん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 、もう千秋楽終わったんですけど、この間やってたラーメンの舞台でも、はいはい、2曲ぐらい振り付けさせていただいてて、すごい。で、ね、今もまた振り付けの依頼があるものと、うん、はいはい、何個かやらせていただいてるので、あ、なるほど。それが一番、うん、頭を使うっていう意味では一番大変ですね。すーちゃんやっぱりね、こうアイドルこうね前の事務所離れる時にやっぱ振り付けの方をね重視していきたいって言ってまたしたもんね。はい、振り付けがやっぱり今日仕事にしたくて、はい、そうなのでありがたいことに、一番実は忙しいのは振り付けで、うん、あ、すごいじゃないですか、すごい、もうぜひ澤田さんのちょっと振り付けも頼むわ。いや、いいんですか、私今僕からお願いしようかなと思ってる、本当にいいんですか、ね、ぜひなんかね、いろんな澤田さんもイベントがあるからね、はい、そうですよ ね、うん、ね、お願いいたします。ありがたいお話ですね、本当にちゃんと少ないけどギャラ払うんで、いいんですか、ありがとうございます、ね。あれじゃ振り付けとかは振り付け、もう TikTok のレベルはできます、うんうん、ちょっとならそうね、うん、あいんちゃんもこう独特のね、うん、すーちゃんも見てくださってると思いますけどね、見てます見てます、うん、あいりちゃんあれ全部自分で振り付けしてるの。いや元の動画があるんですけど、うん、なんかその元の動画を参考にしてちょっと自分っぽく、うん、ちょっとやっぱりすごいあいりちゃんっぽい振り付けだから、ね、あいりちゃんっぽい、嬉しい。そうだから選んでるのか、もしかして自分で毎日振り付けしてるのかなって思って、すーちゃんにはかなわないからでもすごいあれすごいですよね、まあ、毎回思う、ね、嬉しい、あいりちゃんのダンスだって思うから、そうですよ、ね、もしかしたら自分でやってるかなって思って、すごいなって思う、嬉しい。あいりちゃん、すーちゃんのメッセージもはい、ちょっとご紹介しますね。はい、ありがとうございます。はい、参加第二鉄さんからいただきました、うん、はい、先月は番組があることに気づくのが遅れて当日メッセージを送れないという痛恨のミスをしてしまい、夜も朝方まで眠れず、その後結局昼まで寝る日々となってしまいました舞台親父のテイスティー、うん、お疲れ様でした。ご成功おめでとうございます。デコスーさんも素敵で、何より日本髪が似合いそうだという発見になりました。ほうほう、次の可能性にワクワクです。江戸時代のチャキチャキ町娘役を期待しています。ところで次回の舞台は親父ラプソティで、おじさんの悲哀に挑戦してくださいね、うん、リクエスト来てますよ、すーちゃん。
いや、ありがたいです、ね、おメッセージありがとうございます、ね、はい、うん、あとカズさんからいただきました。はい、はい、皆さんこんにちは。先日鈴丸すーちゃんの舞台を見たのですが、ラーメン屋さんを舞台としたコメディ舞台ということ、うん、終始笑いが絶えない舞台でした。あと舞台中のダンスシーンでスーちゃんのかっこいいダンスにも魅了されました。感激後に無性にラーメンが食べたくなる楽しい舞台でした、うん、はい、うん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですよね、ありがたいですメッセージ、でもね、なんかまあ前回もそう、うん、あんまりちょっとギリギリに告知しちゃって、今回もギリギリに、うん、告知しちゃったんですけど、はいはいはい、ありがたいですメッセージ、ね、すいません、ありがとうございます。でもスーちゃんのね、やっぱ声聞きたい方もねたくさんいらっしゃると思うんで、うん、またね、中継でねスーちゃんつなぐので、はい、ぜひその時はスケジュール調整していただいて、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあスーちゃん、もう時間やってきたのでここまでですけども、何か告知系あります？はい、告知は、近いものだと、7月30日に、うん、メンバーの生誕祭が秋葉原であるので、はい、はい、はい、です、そちらも、ぜひ皆さんでお祝いしに来てくれたらなと思います。はい、あとは、なんかちょっと写真、ちょっとちっちゃい撮影とかしたりしたんですけど、うん、はいはい、あと振付も何回もさせてもらってるんですけど、うんうん、まだ情報が解禁前なので、はい、ぜひ楽しみにツイッター待っててくれたらなと思います。じゃあスーちゃんの SNS 皆さん見ていただいてね、はい、見てください、うん、はい、じゃあスーちゃんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、スーちゃん体気をつけてくださいね、暑いので。沢田さんも、はい、はい、ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、バイバイ。ありがとうございます。ねえ、アリちゃん、またみんなでねこうやって、はい、なんかこう声が聞けるとなんか嬉しいですね。安心しますね。嬉、ね、しい、アリ、うんうん、ちゃんの時もいつも中継ねさせていただいてね、うん、そうですよね、はい、もうスタジオ来れない時は声だけでもみたいな、ね、ありがたいです。アリちゃんありますよ告知。うん、私、この間、うん、レッドストーンっていうゲーム広告さんの、うん、ウェブ CM でキャバ嬢役をさせていただいたんですね、はい、で、その動画が今 YouTube に上がってるので、うん、気になる方はぜひ見てみてください、はい、ぜひぜひ皆さん、ぜひぜひ、あ、それのさっきメッセージがあったってことか。はい、キャバ嬢、うん、すいません、僕も見てないんで後で見させていただきます。佐藤さんもぜひチェックお願いします。はい、はい、ということで、じゃあ、はい、長谷川愛理の情報コーナーでした。はい、木曜6時になったらあなたの耳に幸せタイム、毎週豊かもワンダフルタイム。はい、ゲストコーナーということでね、本日も素晴らしいゲストにねお越しいただいています。はい、本日お一人目のスタジオゲスト、歌手の澤田雅人さん、はい、そしてお二人目のゲスト、歌手の小百合さんです。小百合さんは後ほど電話出演していただきます。はい、ということでね、澤田さん、はい、改めましてこんばんは、よろしくお願いいたします。お願いします。ね、ちょっとフライングで言ってましたけど、そうフライングでもちょっと澤田さんもうスーちゃんともねもう交流長いんで、はい、ね、そうですよ ね、まあでも本当に澤田さんね、はい、やっとコロナが少しね収束してきたと思ったら、思ったらね、またこう、ね、今日3万人ですって。もう本当にニュース流れるたびに、ね、びっくりしてますけど、ね、またイベントの方が心配ですよね、本当です ね、いろんなイベント控えてるのにね、まあ、ただ最近コロナと付き合いながらちょっとね、うん、そういう対策も皆さん慣れてきてはいるの で、ね、しっかりやれば大丈夫かなとは思うんですけど、そうですよ、ね、やはりなかなか、そうそうそう、ね、みんなもこう免疫もついてきてね、はい、うん、さあでも本当に澤田さんといえばね、愛理ちゃんね、はい、メールがたくさん来てますんで、そうなんです、もういっぱい、うん、いっぱい来てるんですけど、うん、はい、ありがとうございます。さっき紹介してください、はい、そうですね、はい、みぽりんさんからいただきました。はい、ありがとうございます。今日は澤田雅人くんがゲストでご出演なのでとっても嬉しいです。はい、雅人くん、 18日は名古屋ライブ、うん、はい、
ディクシーさんでの澤田正人10周年記念スーパーライブのご成功おめでとうございました。ありがとうございます。とても雰囲気のいい素敵な会場でしたね、うんうん、はい、とのことでした。ありがとうございます。10周年記念ライブが、はい、名古屋にですね、はいはい、月刊カラオケエースさんという雑誌の会社があるんですけど、ね、うんうん、そちら主催で、やらせていただきまして、お、もうすごい楽しかったです。嬉しい。最近ああいう、うん、そういうライブ本当にやってなかったので、うん、狭いところのカラオケボックスとかを使ってちょこちょこやってたんですけど、はいはい、うんうんうん、本格的なライブハウス久しぶりだったので。そうですよね。めちゃめちゃ興奮しました。あ、嬉しいな。楽しかったです。はい、ありがとうございます。澤田さん今日ね、はい、せっかくもういつもね澤田さんにはね、メール、はい、やっぱりほら番組やってらっしゃったんで、はい、ちょっとファンの方もね澤田さんに読んでいただきたい方もいると思うんで、うん、はい、ね、そうですよね、うん、す僕手元になんかもうメッセージをすでに置いていただいて、もうちょっと時間の許す限り読んでください。わかりました。はい、こちらなおさんからいただきました。ありがとうございます。はい、こんばんは。生出演おめでとうございます。はい、18日名古屋の10周年ライブ超楽しかったですね、うん、もう寂しいですよ。24日のストカフェまで我慢我慢っていただいてますし、うんうん、あとはマクちゃんからもいただきました。ありがとうございます。はい、大地さん、アーリーちゃん、こんばんは。こんばんは。はい、先日は名古屋での10周年記念ライブお疲れ様でした。素敵なピアノ伴奏での母ちゃんとっても良かったよ、うん、それにしてもジャケットを脱ぎ捨て白 T シャツ姿のセクシーマサト君にドキドキしたのは私だけかな。これ自分で読むとめっちゃ恥ずかしいですね、うん、確かにね。皆さん嬉しかったんだね。アンコールでよく、うん、T シャツ1枚になったりするじゃないですか。はいはいはい、僕も超汗かいてたので、はい、思わずジャケット脱いじゃいました。あ、本当。、はい、もう1つちょっと読ませていただきますね。お願いします。みのりさんからいただきました、はい、初中お見舞い申し上げます、うん、大相撲観戦はいかがでしたかということで、この間、はいはい、名古屋場所を見に行ってきました。あ、そうなんですね。はい、うん、ありがとうございます。その他ですね、はいはい、エッコさん、うん、トラベラー大輔さん、すみ、うん、ちゃん、みっちゃんからもいただきました。ありがとうございます。皆様ねえ、澤田さんメールもたくさんあるんですけど、はい、ちょっと一曲ね。そうですね、ご紹介いいですか。はい、10周年の話もさせていただいたんですけど、はい、ちょっと澤田正人のデビュー曲を聴いていただきたいと思います。ええ、懐かしい。はい、懐かしいですね、うん、バラの涙です。よろしくお願いします。はい、澤田正人さんでバラの涙をお聞きいただいています。はい、ありがとうございます。ね、澤田さん、ありがとうございます。デビュー曲、いや声が若い。そうですね、今久しぶりに改めて CD 聞いたんですけど、うんうん、誰だろうって感じでした。自分で聞いて、やっぱ自分のやっぱデビュー曲の時はやっぱそう思いますね。もう26年前ぐらいですけど、そうなんです ね、はい、僕も10年経ちまして、澤田さん10年思えない、うん、ねえ、そうなんですね、はい、
でもこれね、この曲があったからね、やっぱこっからスタートですもんね、澤田さんもね。本当にあのいつもラジオでも言わせていただいてるんですけど、うん、このバラの涙でデビューする前から、うんうん、ダギュタカさんとはご縁をいただいてるの で、ね、トイレの縁でね、はい、トイレの神様にね、なぜかあの会場に行って、はい、あの僕はアマチュアでカラオケ大会とか出てて、そうですね、ダギュタカさんはゲストとかで、はいはいはい、歌手 でもちろん出られたんですけど、うん、でトイレに行くと必ず大社がいらして、そうなんですよね、であのそうなんですね、そういう なぜかトイレの縁が今でも続いてるというね、初めてお会いした、うんところって、そうだからあのなんかたまに見かける人がいるなとは思ってたんですけど、後にほら一緒に僕テレビ番組もね、一緒に司会やらせていただいたりとか、そうなんですね、だから澤田さんとはご縁があったんだよね、すごい素敵なご縁でつないでいただいてますね、師匠もね、師匠に会いたいです ね本当に師匠とね澤田さんの写真の時に、師匠はね澤田さんと写ってるとニコッとしてるのよ、いや本当にいい笑顔をしてくださるんですよいつも、ね、そうですよね、にやけちゃう、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ね澤田さん、あの今ね小百合さんと電話つなぎますんで、はい、あの澤田さんも参加してください、ね、はい、お願いします、はい、それでは小百合さんお待たせしました、よろしくお願いします、小百合です、はい、小百合さんすいませんあ懐かしいね、もうなんか本当皆さんこのメンバーはね、ね、澤田さんもこんにちは、小百合さんお久しぶりです、ね、今日はなんかお会いできなくて残念です、そう小百合さんもね、スタジオに来ていただく予定だったんですけどね、はい、はい、そうなんです ね、はい、電話で参加させていただきます、よろしくお願いします、まあでもね小百合さんやっぱり今日3万人超えましたからね、すごいすごいですよ ねこれはまたね、どうなってしまうんでしょうか、本当ですね、小百合さん、あいりちゃんもいますよ、はい、あいりさん、こんばんは、こんばんは、長谷川愛理です、今回もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ね、もう前回はあの愛理ちゃんの声が癒し系だねって言っていただいてね、うん、もう優しい、ねえ、優しいお姉さんです、うん、ねえ、小百合さん、あのメッセージが来てますんで、はい、あのあ愛理さんからね、ご紹介させていただきますね、はい、はい、ゴンさんからいただきました、はい、こんばんは、杉並区成田東のゴンです、ラップが入ったこのラップが入ったこの曲いいですね、うん、楽しくご機嫌に聴いています、歌のレッスンよろしくです、はい、およろしくですってことは、はい、ありがとうございます、リュウジさんからいただきました、はい、葛飾 FM 第10高のワンダフルタイムに歌手の小百合ちゃん久々のご出演ですね、はい、ぜひバッドアイムスティルインラブ流してくださいませ、うん、はい、ありがとうございます、うん、あもう一つ、はい、はい、しんちゃんさんからいただきました、はい、葛飾 FM にゲスト出演するとのこと、葛飾にはたくさん友達がおりますので、うん、みんなに聞くように話しています、小百合さんの心に響く歌声は一度聞いたら皆さん応援したくなると思います、うん、と、はい、いただきました、ありがとうございます、いろいろ、はい、いや、皆さんありがとうございます、ね、応援メッセージはい、ね、これさ嬉しいですね、嬉しいですね、なんて言ったってやっぱりね、うん、応援あっての歌手、そうですね、ですからね、本当にもうね、澤田さんと小百合さんってなんかね、僕ね、はい、いつもこうオファーするときに、はい、前回も澤田さんと小百合さんだったんだよねそうです ね僕ね全然意識してないんですよ、ご縁いただいて、そう、それでね、あでもね、はい、もうほら僕仲間内だけ呼んでる感じでやってるからそう、すごい大樹さんの交友関係、うん、交友関係ね、まだたくさんいるんですけどね、すごい、うん、気づかなきゃいけない人あんまり呼ばないというかね、でも小百合さんこれ、うん、はい、あの、はい、この曲ね、またいつもこう木舟道とかね、そういう ね雰囲気と違ったね、この曲、そうなんです、ね、この曲を、ね、かけていただく曲、うん、But I'm Still in Love っていう曲なんですけども、うん、まあ私は演歌歌謡曲で、やっているんですが、はい、ステイホームの時にね、コロナ禍のステイホームの時に、うんうん、家から出ちゃいけませんよって言われて、家に閉じこもってる時に、はい、何もしないでいるともうダメになっちゃうなと思って、やっぱり音楽にどうやっても触れていたいなと思って、うんうん、自分でキーボードで、うん、こんな感じとかって、うん、あんな感じとかっていろんな曲を作る中でこの曲も生まれたんですね、うんうん、で全然もうあのいつもやってる演歌とか、うんうん、その歌謡曲とかっていうのと離れた、うん、全く違うものにちょっと気分を変えて、うん、チャレンジしてみようと思って、配信リリース用に、うんうん、
CD は、まあ、あの、吸ったりしないで、配信リリース用に、ちょっと、今流行りのですね、ね、やってみようということで、あの、作り始めて、出来上がった曲なんですけど、なんとこの曲は、あの、大地さんとのね、思い出もありまして、大地さんに、この、あの、メロディー上に行った方がいいと思う、下に行った方がいいと思いますか、本当ですよね、どう思いますかなんて相談をしながら、作った曲なんですよ。すごい、ね、はい、あの、ちょっと貢献してるんですよ、大地さん。プロデューサーですね。皆さんの関係者すごい、うん、そうそう、それで小井さんは低音もいいからちょっと低音のところをこう作った方がいいんじゃないのとか、いろいろなこうご意見をいただきながら、はいはい、ああでもないこうでもねって作った曲なんですよ。そうなんですよ、そうなんです、思い出があるんですね。すごい、そうなんですね、そう、全く不明わかんないんですけど ね、 ね、そう、でもね、途中段階でも聞いていただいて、うん、ね、どう思いますかなんて言って、そうですよね、大変参考にさせていただきながら作ったという、ね、なんかね、すごい思い出の曲ですね。そうですね、うん、はい、まあでもまたこう、ね、小里さんもね、やっとこういろんなこと再開し始めて、またね、少しこう、コロナが増えてきちゃったのでね、またですね、あの、この4月にですね、あの、はいはい、私の地元の所沢、埼玉県の所沢であります、はいはい、うん、あの、ホールで、うん、あの、小入りの音楽祭っていうのをやらせていただいたんですね。やっとこの2年間空けてちょっとできるかなということでやらせていただいて、はいはい、今度8月の14日も今度入間市の産業文化センターっていうところで、小入りのふるさと音楽祭っていうのをやるんですね、うんうん、なんとかね、やっぱりこうそういうのは実行してね、やり遂げたいなと思うんですけれども、ね、皆さんもね、うん、なんかこういろいろ対策ねってね、うん、はい、そうですね、行動宣言かかんなければね、うん、はい、ちゃんと努力してやれると思いますんで ね、 うん、はい、ね、そろそろ小入さんね、はい、本当に短くて申し訳ないんですけども、はい、とんでもないです、ね、またね、はい、都合が合えばね、スタジオの方にもね、はい、あ、また多分ゲストが沢田さんだと思いますけど、はい、その時はあの生小百合さんみたいですね。ね、もうよろしくお願いします。はい、じゃあ小百合さん、すみません、曲の方をご紹介いただけますか。はい、はい、ありがとうございます。それでは、はい、ステイホームの中で私が作った曲です、うん、それでもまだあなたを愛している、遠く離れたところでも愛しているよという意味の曲です。 But I'm still in love、 この曲は吉野小百合で作ってます。聴いてください。はい、どうも小百合さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。小百合さん、ここまでです。はい、thank you.
小入さんで But I'm Still in Love お聞きいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。小入さん、ありがとうございました。はい、これいつメール貼りましたね。そうですね、スーちゃんに、はい、ほうほういただきました。はい、オッチーさんからです。スーちゃん、北の大地札幌で聞いてます。はい、そのことでした。札幌で聞いていただいているということでね。札幌で、すごい全国で、ねね、スーちゃんも頑張ってるからね。うん、うん、嬉しいですね。まあ、ここでね、また改めましてね、はい、澤田さんにゲストとしてご参加いただきたいと思いますけど、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで澤田さんね、はい、もう1ヶ月に1回しかない番組なんで、はい、いろいろと内容詰め込んでやってますけどすごい慌ただしくすいませんね。いえ、もうね、なので充実しすぎてあっという間にいつも終わっちゃう感じですね確かにね、はい、澤田さんがこの葛飾さんでやってた時も、はい、1時間で生放送でしたよね。僕は生じゃなく収録でしたか。収録で、僕もやっぱ月に1回、あ、月に1回でね、やらせていただいて、ね、で曜日が確か同じ曜日じゃなかったですか、木曜日の第3、そうそうそう、僕は第3だったと思うんですけど、ワンダフルタイムの2時間後でしたかね。はい、はい、なので本当に連続でやってた感じですよ ね、 ね、もうこの葛飾のまま皆さんお願いしますみたいな感じで2、3時間ね、すごいですね、長く、ね、長くやって。やはりちゃん、先ほどの小入さんも生番組やってたんですよ、はい、そうなんですね。そう、みんな僕がこう葛飾に番組やりましょうって言ってね、でも皆さんね、それぞれもう一人でね、番組できる人たちばっかりですから、はい、ここに来るとほっとしますね。なんかほっとしますでしょ。すごく肩の力が抜けるというか、確かにね、8回目にさ、もうなんか怒られるけど、なんか家みたいな感じなんですよ。嬉しいですね。アットホームな感じで、うん、はい、そうですよね、はい、もうなんだかんだ言って長いですもんね、葛飾さんもね。はい、うん、大好きです、ね、アリちゃんももう1年は超えたからね。そうですね、うん、うん、でもちょっと1年の前にちょっとだけゲストっていう感じでお邪魔させてもらった。はいはいはい、で初めて大樹さんにお会いした18歳、うん、ですよね。ねってことはもう20歳だから。そうなんですよ、ね、うん、もうお酒の飲める年になりましたですね、うん、まだ飲んでないんですけど、もう迷わずに街歩けるようになりました、立石は。ああ、そうですね、なんか、うん、もうお茶の早い花駅出て、うんうんうん、でなんかこの出口出てって、もう地図見ないでもポポポポポって、うん、もうもうさすが、はい、もうさすが慣れましたね。さすがベテランでの域ですね嬉しい。でも澤田さんももうデビューね、先ほども言いましたけど、デビューの時からこういろいろご縁があって、はい、僕も一緒にねこう、うん、テレビ番組ね何年かやらせていただいて。そうです ね、 ね、ありがたいことに、その中にやっぱり僕のね母師匠のね、はい、存在が大きくて、うん、でもね澤田さんすごい優しいんですよ、で本当にね、もう師匠のね、うん、最後までね、こう、うん、お葬式も付き合ってくれて。そうなんですね、うん、なかなかほら身内以外って、うん、お骨拾いとかないじゃないですか。あ、でもそこまでね付き合ってくれて、いや逆にそこまでやらせていただいて、うん、本当ありがたかったですよ。いやいやいや、もう僕なんかが、うん、いや、その場にさせていただけるっていうのが、でも僕の中ではほらもう芸能界でいろんなねこう縁というか番組を一緒にさせていただいたとかあるんですけど、その中でもプライベートでもやっぱほら付き合いたいとかねっていう人ってなかなかいないじゃないですか。確かに、ね、うん、その中の一人だと僕は思ってるので、これからも一生頼りにしてます、うん、兄貴についていきたいです。とんでもないですでもほらいろんなね、また新たなテレビ番組も始まったでしょ、はい、そうですね、今、うん、BS12 チャンネルで山岸の海先生の番組なんですけど、うん、ね、山岸さんね、山岸さん、はい、ミュージッククラブっていう番組の MC を今やらせていただいて、うん、そうですよね、はい、またスターさんがいっぱい来てね。そうなんですよ、うん、本当に三河健一さんであったり、はいはいはい、川中美幸さんであったり、うん、山本譲二さんとか、はいはい、毎月ね、結構マンスリーのことが多いんですけど、ビッグな方が来てくださってですね、はい、今は松原信枝さんが、はい、出てくださって。信枝さんもあれですか、はい、あ、レギュラーで今月のマンスリーゲストって形で、はい、すごいですね、来てくださってますね。みんな紅白歌手ですよ、すごいですね、うん、本当にもうそういう方たちとこうやって一緒の空間でお仕事させていただけるってだけでいい経験を本当させていただきますね。そうですね、僕もね、やっぱりこうデビュー当時にやっぱり市川翔介先生がね、うん、もうご健在の時にね、やっぱりコロンビアとキングと
ね、クラウンでこう平成怪獣って番組やってたじゃないですか、すごいですよね、もうあの番組も大人気の番組ですね、脈ハラミさんとかね、岡井作さんとか、はい、もう小林幸子さんとか、そういうところのも僕も、まあ、司会というかアシスタントをね、させていただいたところから始まったので、なんか澤田さん、なんか僕のデビュー当時からを見てるような感じなんですよ。いや、ね、嬉しいです、そう言ってもらえるなんて、ね、はい、でもやっぱりほら歌手でなかなかテレビの司会ができてラジオのパーソナリティってね、なかなかそれでこう自分のライブの時にもね、意外とこの話にね、いや盛り上がりというかね、それこそ葛飾 FM さんでもそうですし、うん、はい、あと千葉テレビさんでライブさんとやらせていただいたり、うんうんうん、そういう経験を積ませていただいてるから、はい、やっぱこうやって今もできてるので本当ありがたいです。やっぱりな、愛理ちゃんね、本当に嬉しい。先ほど僕も言ったけどね、愛理ちゃんもほらモデルとか女優さん目指してるでしょ、はい、ね、でもあの実際女優さんでやってるけども、こういうラジオでも生放送でこう時間を気にしながら、うん、このいろんな人のこのキャッチボールとか会話ね、だから間とかを視線にこうやっぱり身につけるってことが大事なんだよね。あ、そうですね、はい、うん、すごい、うん、確かに。そうだから僕とか澤田さんがいないところで愛理ちゃんも仕事とかあるじゃないですか、うん、そういう時にやっぱりいろいろこう見てる時に、うん、あ、言わなくてもアリちゃんすごいね、なんか慣れてるねみたいなね、ことを言っていただけるとやっぱ成長ですから、そこはね、頑張って、せっかくこういうやっぱり貴重なね、生放送でね、こうアシスタントでこう頑張っていただいてるので、それ澤田さんね、大事ですよね。いや、もうあの迷わずに歩けるようになってるので、うん、うん、もう絶対本当もう大丈夫ですね、アリちゃん絶対大丈夫です。そうそう、優しい松田さん。澤田さん、それで名古屋とかでも奈良でしたっけ、やってましたっけ、あの番組。あの奈良もですね、うん、あのちょっと他局になってしまうんですけど、はいはい、ハイゴーさんというラジオ局があるんですけど、はいはい、そちらでもあの俳優の徳丸晋作さんと一緒に、ね、番組やらせていただいたりとか、うん、はい、やらせていただいてますね。まあ、じゃあ今レギュラー何本、あとはあの木更津の方のラジオをやらせていただいて、最近は名古屋のミッドエイムさんという、はいはい、あのもうパーソナリティもやらせていただいてるので、 ってんの、はい、すごいすごい、いろいろと本当経験を積ませていただいて、ね、はい、いやでもね、お忙しい、お忙しいですよね。いえいえいえ、でまたね、いろんなこう10周年の企画とかもあるからね、はい、そうですね、あの、うん、この間は名古屋でやっぱライブやったんですけど、はいはい、あの、うん、今後ですね、8月の9日にですね、そうだね、有田、はい、チラシを、はい、すいません、うん、チラシを僕郵送でこの局に送りつけてしまったんですけど、大量に送りつけてしまったんですけど、ね、確かに、はい、あの沼津のですね、うん、市民文化センターのショーホールでですね、うんうん、8月9日火曜日に、はい、パク・ジュニョンさん、八木春子さんと一緒に火曜コンサートをやらせていただいたり、うん、あとちょっと先なんですけど、うん、はいはい、1月の22日にはですね、うん、これもまたパク・ジュニョンさん、江谷正さんと京都でスペシャルショーなどもやらせていただいたりとか、なるほど、はい、で近いところですと7月の27日に上野 の、うんうん、あの演歌祭りって毎年水上音楽堂があるんですけど、はいはい、忍ばずの池の、うん、はい、そこで歌わせていただいたりとかも、あ、はい、いろいろ SNS、それテレビ収録絡んでるやつ、テレビ収録からそうですね、火曜最前線の収録を兼ねてて、ね、うんうん、はい、お、ぜひお越しください。もうぜひお忙しいですか、500円で入れるみたいです。あ、500円で、めっちゃ安いです。安い、ワンコイン、ワンコインですね、ワンコイン、ね、はい、すごいすごいですね、はい、そうですね、でも今日ね、本当やっぱりスタジオに来ていただいたからね、澤田さんにもこうお会いできて、いろんな情報をまた伺えて、はい、ありがたいです ね、本当に。でもあっという間にこう1時間が終わりかけてますけども、早いですね、本当早い、今時計見てびっくりしました、僕本当ですね、と思って、ね、確かに、はい、じゃあ澤田さん、そろそろ曲の方、あ、はい、わかりました、澤田正人、今頑張ってる一曲です、はい、聞いてください、傷つくダイヤモンドです、どうぞどうぞ。
沢田雅人さんで、はい、傷つくダイヤモンドお聴きいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ね、沢田さん、はい、この曲やっぱいい曲ですよね。いや嬉しいですね。門田さんが最近本当に、うん、あのカラオケとかでも歌ってくださったり、はい、ね、それこそあの、うん、踊ってほしいですね僕的には。本当だよね。ただこれ結構振りがついてね、あのスーちゃんに振り付けしてもらって、ああそれでアリちゃんに踊ってもらいたい。確かにね、僕の夢です。恐縮です。もうちょっとね、いろいろ実現していきたくなっちゃいますよね。僕もあのプロデューサー魂がなんかまた出てきちゃいますね、はい、なので大地さんその時は総合プロデュースでお願いします。そのただ椅子に座ってるだけというねね、でも懐かしいですよ、原さんね。はい、あ、そうですね。でも改めてまた告知、先ほどのね、はい、あの、うん、ちょっと先ほど言い切れなかったので、はいはい、ちょっと近場をだけなんですけ ど、はいはい、ど8月の17日にですね、はい、厚木の健康センターさんの歌謡ショーで出させていただいて、うん、あと8月の20日は、うん、あのアラビカさんで10周年ライブをやるの、おさむさんに、企画してくださって。そうなんですね、はい、8月10日8月20日あ20日ね、はい、なるほどね、土曜日だね、土曜日になりますかね。なるほど、はい、ぜひお越しください。そうだね、アラビカさんね、はい、お待ちしております。あ、でも本当に沢田さんの生の、ね、声を聞きたくて皆さんね喜んでる方もいらっしゃると思うし、ね、いや本当ですかね。だと嬉しいですが、ね、でもやっぱりこうね、本当にコロナのね、3年ぐらい経ってるけど、はい、まあでもこの増えたり減ったりはずっとこれね付き合っていかなきゃいけないですね。しょうがないですね、どうしても、ねね、でもやっぱり自分たちがねかからないってことはやっぱりね、はい、そうですね、重視していかないとね、一番大事、うん、でも沢田さんもやっぱりねいろんなイベント控えてるんで、はい、もうぜひね体調に気をつけて、本当に体にだけはお互いに、うん、一番大資本ですもん ね資本だから、はい、気をつけて、はい、ねえ、はい、虚しくなっちゃうもんね。うん、確かにね、でも本当にこうやっぱ沢田さんスタジオに来てこうやっておしゃべりするのは全然違います、はい、いや全然違います。そうですか。やっぱ電話だとお顔が見えないので、うん、まあ確かにね、はい、でやっぱりこう間が取りづらいですよね、うん、電話って。あ、そうですね、直接会ってると目が見えるので、うんうんうん、めっちゃこの話の間が取れるんですけど、うんうんうん、電話だといつも僕めっちゃ被りまくってますね。そう、よかったですけど。なんか放送違うとまたスマホかなんかで聞くとちょっとね、はい、もうそれこそ衛星中継のような感じのズレがあるから。本当です、本当です。ね、はい。でもあゆりちゃんもね、こういろんな人見て、はい、ね、いろいろこう刺激をいただくかどうかわかんないけど。そうです、いただいてます。あ、そう、はい、優しいもんね、沢田さんね。本当に優しい方で。いや、大樹さんがいるからこそですよ。いやいや、とんでもない、とんでもない。大樹さんから僕は全部教えてもらったんですよ。うん、それを沢田さんが今なんかやってくれてる感じ。僕はもうラジオだけだけど。でも大樹さんのこの優しい意志をこう引き継いで、うん、引き継いでね、引き継いで、うん、もうまだ引退しないでください、大樹さん。また引退しないでください。絶対もうずっと死ぬまで、ずっとあのこの番組はね、あの相当長くいくと思います、うん、ね、ずっと元気で。そう、お願いします。お願いします。また皆さん呼べるようにね、うん、はい、さあそろそろね次回やってまいりましたけど、はい、また沢田さんね、はい、いろんなことあると思いますけど、はい、健康に気をつけて。ありがとうございます、頑張ります。またスタジオに来ていただいてね、ぜひまた呼んでください。はい、ね、本当にねこういちごさんの、ね、応援もありますし、はい、ありがとうございました、はい、ありがたいです、皆さんありがとうございます、いつも。はい、ね、はい、皆さんあっという間のお時間でした、はい、本日のゲスト沢田雅人さん、小百合さん、鈴丸すーさん、ありがとうございました。ありがとうございます。大樹豊のワンダフルタイム、来月は8月18日木曜日18時から19時の放送予定です。エンディングは大樹豊さんで薄紅桜です。はい、今日も楽しいね1時間、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、お相手は大樹豊と長谷川愛理でした。沢田雅人、お邪魔しました、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。